1> 第1朗読劇場宮沢賢治作「オツベルト像」ある牛飼いが物語る第一日曜「オツベルト来たら大したもんだ稲垢機機械の6台も据え付けて」。 のん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 と恐そろしない音を立ててやっている。十六人の百姓どもが顔をまるっきり真っ赤にして足で踏んで機械を回し小山のように積まれた稲を片っ端からこいていく。わらはどんどん後ろの方へ投げられてまた新しい山になる。 そこらはもみやわらから立った細かなちりで、変にぼーっと黄色になり、まるで砂漠の煙のようだ。その薄暗い仕事場を、オスベルは大きな琥珀のパイプをくわえ、吹き殻をわらに落とさないように、目を細くして気をつけながら、両手を背中に組み合わせてぶらぶらい、 たたり来たりする小屋は随分頑丈で学校ぐらいもあるのだがなんせ新式稲こき機械が6台もそろって回っているからのん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 ふるうのだ中に入るとそのためにすっかり腹がすくほどだそして実際オツベルはそいつで上手に腹を減らし 昼めしどきには6寸くらいのビフテキだのぞうきんほどもあるオムレツのホクホクしたのをたべるのだ。とにかくそうしてのん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 やっていた。そしたらそこへどういうわけかそのはくぞうがやってきた。しろいぞうだぜ。ペンキをぬったのではないぜ。 どういういわけで来たかって。そいつは象のことだからたぶんぶらっと森を出てただ何となく来たのだろうそいつが小屋の入り口にゆっくり顔を出したとき百姓どもはぎょっとしたなぜぎょっとしたよく聞くねえ何をしでかすかしれないじゃないかかかわりあってはたいへんだから ドイツもみんな一生懸命自分の稲をこいていたところがその時オツベルは並んだ機械の後ろの方でポケットに手を入れながらちらっと鋭く像を見たそれから素早く下を向き何でもないというふうで今までどおり行ったり来たりしていたもんだすると今度は白像が片端床に上げたのだ 百姓どもはぎょっとしたそれでも仕事が忙しいし関わり合ってはひどいからそっちを見ずにやっぱり稲をこいていた。オツベルは奥の薄暗いところで両手をポケットから出してもう一度ちらっと像を見た。それからいかにも退屈そうにわざと大きなあくびをして両手を頭の後ろに組んで。 たり来たた。りりやっていたところが象が威勢よく前足二つ突き出して小屋に上がってこようとする百姓どもはギクッとしオツベルも少しギョッとして大きな琥珀のパイプからふっと煙を吐き出したそれでもやっぱり知らないふうでゆっくりそこらを歩いていたそしたらとうとう ががのこのここってきたそして機械の前のとこをのんきに歩き始めたのだところが何せ機械はひどく回っていてもみは夕立かあられのようにパチパチゾに当たるのだ象はいかにもうるさいらしく小さなその細い目を細めていたがまたよく見ると確かに少し笑っていた オツベルはやっとかくごをきめていねこききかいのまえにでてぞにはなしをしようとしたがそのときぞがとてもきれいなうぐいすみたいないいこえでこんなもんくをいったのだ。ああだめだ。あんまりせわしくすながわたしのはにあたる。 全くもみはバチ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 歯にあたりまたまっしろなあたまやくびにぶっつかるさあオツベルはいのちがけだパイプをみぎてにもちなおしどきょうをすえてこういったどうだいここはおもしろくないかいおもしろいねえがからだをななめにして 目を細くして返事した。ずっとこっちにいたらどうだい。百姓どもははっとして息を殺してゾウを見た。オスベルは行ってしまってからにわかにガタガタ震え出す。ところがゾウはケロリとしていてもいいよと答えたもんだ。そうか それではそうしよう。そういうことにしようじゃないか。オツベルが顔をくしゃくしゃにして真っ赤になって喜びながらそう言った。どうだ。そうしてこの像はもうオツベルの財産だ。今に見たまえオツベルはあの白像を働かせるかサーカス団に売り飛ばすか。 どっちにしても万円以上儲けるぜ。第二日曜、オツベルト来たらい大したもんだ。それにこの前、稲コキ小屋でうまく自分のものにした像も実際大したもんだ。力も二重馬力もある。第一見かけが真っ白で。 牙は全体きれいな象下でできている。皮も全体立派で丈夫な象側なのだ。そしてずいぶん働くもんだ。けれどもそんなに稼ぐのもやっぱり主人がえらいのだ。おいお前は時計はいらないか丸太で建てたその象小屋の前に来て。 オツベルはこはくのパイプをくわえかおをしかめてこうきいた「ぼくはとけいはいらないよ」ぞうがわらってへんじした「まあもってみろいいもんだ」こういいながらオツベルはぶりきでこさえたおおきなとけいをぞうのくびからぶらさげた「なかなかいいね」ぞうもいう。 くもなくちゃダメだろう。オツベルときたら100キロもある鎖をさそのまえあしにくっつけた。うんなかなか鎖はいいね。3あしあるいてゾがいう「くつをはいたらどうだろう?」「ぼくはくつなどはかないよ。まあはいてみろ。いいもんだ。 オツベルはかおをしかめながらあかいはりこのおおきなくつを象のうしろのかかとにはめた「なかなかいいね」象もいう「くつにかざりをつけなくちゃ」オツベルはもうおおいそぎで400キロあるぶんどうをくつのうえからはめこんだ「うんなかなかいいね」 象は二足歩いてみてさも嬉しそうにそう言った。次の日ブリキの大きな時計とヤクザな髪の靴とは破け象は鎖と運動だけで大喜びで歩いておった。すまないが税金も高いから今日は少し川から水を汲んでくれ。 オツベルは両手を後ろで組んで顔をしかめてゾウに言う。ああ、僕、水をくんでこよう。もう、何杯でもくんでやるよ。ゾウは目を細くして喜んで、その昼過ぎに50だけ川から水をくんできた。そしてナッパの畑にかけた。夕方、ゾウはゾウ小屋にいて、 パのわらをたべながらにしのみっかのつきをみて「ああかせぐのはゆかいだねさっぱりするね」といっていたすまないがぜいきんがまたあがるきょうはすこしもりからたきぎをはんでくれオツベルはふさのついたあかいぼうしをかぶり りょうてをかくしにつっこんでつぎのぎゾウにそういった。ああぼくたきぎをもってこよう。いいてんきだね。ぼくはぜんたいもりへいくのはだいすきなんだ。ゾウはわらってこういった。オツベルはすこしぎょっとしてパイプをてからあぶなくおとしそうになったがもうあのときは。 ゾウがいかにも愉快な風でゆっくり歩き出したのでまた安心してパイプを加え小さなせを一つして百姓どもの仕事の方を見に行ったその昼過ぎの半日にゾウは900羽たきを運び目を細くして喜んだ番型ゾウは小屋にいて 8話のわらを食べながら西の四日の月を見て「ああせいせいしたサンタマリア」とこう独り言をしたそうだその次の日だ「すまないが税金が5倍になった今日は少し火事場へ行って墨を吹いてくれないか」 ああ、吹いてやろう。本気でやったら、ぼく、もう、息で、石も投げ飛ばせるよ。オツベルはまたドキッとしたが、気をおちつけて笑っていた。ゾウはのそのそ火事場へ行って、ぺたんと足を折ってすわり、ふいごのかわりに、半日、墨を吹いたのだ。その晩 ぞうはぞうごやで七わのわらをたべながらそらの五日のつきをみて「あつかれたなあうれしいなあサンタマリア」とこういった「どうだそうしてつぎのひからぞうはあさからかせぐのだわらもきのうはただ五わだ」 よくまあ5アの藁などであんな力が出るもんだ実際象は経済だよそれというのもオツベルが頭がよくて偉いためだオツベルと来たら大したもんさ第日曜オツベルかねそのオツベルは俺も言おうとしてたんだがいなくなったよ まあ、落ち着いて聞きたまえ。前に話したあのゾウを、オツベルは少しひどくしすぎた。しかたがだんだんひどくなったから、ゾウがなかなか笑わなくなった。時には赤い竜の目をして、じっとこんなにオツベルを見下ろすようになってきた。ある晩、ゾウはゾウ小屋で、三羽のわらを食べながら、 十日の月を仰ぎみて「苦しいですサンタマリア」と言ったということだこいつを聞いたオツベレはことごと象につらくしたある晩象は象小屋でふらふら倒れて地べたに座りわらも食べずに11日の月を見て「もうさようなら」 サンタマリア、とこう言った。おや、なんだって、さよならだ。月がにわかに象に聞く。ええ、さよならです、サンタマリア。なんだい、なりばかり大きくて、からっきし育児のないやつだな。仲間へ手紙を書いたらいいや。月が笑ってこう言った。 お筆も紙もあぞうはほそいきれいなこえでしく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 なきだしたそらこれでしょすぐめのまえでかわいいこどものこえがしたぞうはあたまをあげてみるとあかいきもののわらしがたってすずりとかみをささげていたぞうはさっそくてがみをかいた 僕はずいぶん目に合っている。みんな出てきて助けてくれ。わらしはすぐに手紙を持って森の方へ歩いていった。席いのわらしがそうして山に着いたのはちょうど昼めしごろだった。この時山の象どもはサラジュの下の暗がりで碁などをやっていたのだが、 額を集めてこれを見た僕はずいぶん目に合っているみんな出てきて助けてくれ象は一斉に立ち上がり真っ黒になって吠えだしたおつべるをやっつけよう隊長のぞが高く叫げぶと「おう出かけようグララーガーグララーガー」 みんなが一度にこうする。さあもうみんな嵐のように林の中を鳴き抜けてグララーガーグララーガー野原の方へ飛んでいくどいつもみんな気違いだ小さな木など猫木になりやぶや何もかもめちゃくちゃだグワー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 ,グワー 花火みたいに野原の中へ飛び出した。それから何の、走って走って、とうとう向こうの青く霞んだ野原の果てに、オツベルの屋敷の黄色な屋根を見つけると、像は一度に噴火した。グララーガーグララーガーその時はちょうど一時半。オツベルは川の寝台の上で、 昼寝の盛りでカラスの夢を見ていたもんだ。あまり大きな音なのでオオスベルの家の百姓どもが門から少し外を出て小手をかざして向こうを見た。林のような像だろ汽車より早くやってくる。さあまるっきり血の毛も失せて駆け込んで「旦那像ですお押し寄せやした旦那像です!」。 と声をかぎりに叫んだもんだ。ところがおすべルはやっぱりえらい。目をパチリとあいたときはもう何もかもわかっていた。おいゾーのやつは小屋にいるのかいるいるいるのかよしトーシめろトーシめるんだよ早くゾーンがトーシめるんだよし 早く丸太を持ってこい閉じ込めちまえちっしょうめジタバタしやがるな丸太をそこへ縛りつけろ何ができるもんかわざと力を減らしてあるんだよーしもう五六本持ってこいさあ大丈夫だ大丈夫だとも慌てるなったらおいみんな今度は門だ門を閉めろ缶抜きを変え突っ張り突っ張り ああそうだおいみんなしんぱいするなったらしっかりしろよオツベルはもうしたくができてラッパみたいないいこえで百姓どもをはげましたところがどうして百姓どもはきがきじゃないこんな主人にまきぞえなんぞ食いたくないからみんなタオルやハンケチやよがれたようなしろいようなものをぐるぐるうでにまきつける 降参をする印なのだ。オツベルはいよいよやっきとなってそこらあたりをかけまわるオツベルのいぬもきがたってひのつくようにほえながらやしきのなかをはせまわるまもなくじめんはぐらぐらと揺れそこらはばしゃばしゃくらくなりぞうはやしきをとりまいたグララーガーグララーガー この恐ろしい騒ぎの中から、今助けるから安心しろよ。優しい声も聞こえてくる。ありがとう。よく来てくれて、本当に僕、僕は嬉しいよ。ゾウ小屋からも声がする。さあ、そうすると周りのゾウは一層ひどく、ぐららが、ぐららが。 塀の周りをぐるぐる走っているらしく、たびたび中から怒って振り回す花も見える。けれども塀はセメントで、中には鉄も入っているから、なかなかゾウも壊せない。塀の中にはオツベルがたった一人で叫んでいる。百姓どもは目もくらみ、そこらをうろうろするだけだ。そのうち外のゾウどもは仲間の体を台にして、 いいよいよ兵を腰掛か,かる。だんだんにゅうっと顔を出すそのしわくちゃで灰色の大きな顔を見上げた時オツベルの犬は気絶したさあオツベルは打ち出した6連発のピストルさドーングララーガードーングララーガー ーングララーがところが弾は通らない牙に当たれば跳ね返る一匹なぞはこう言ったなかなかこいつはうるさいねパチパチ顔へ当たるんだオツベルはいつかどこかでこんな文句を聞いたようだと思いながらケースを帯から詰めかえたそのうちゾウの片足が 塀からこっちへはみ出した。それからもうひとつはみ出した。五匹のゾがいっぺんに塀からどっと落ちてきた。オツベルはケースを握ったまま、もうくしゃくしゃに潰れていた。早くも門が開いて、ぐららーが、ぐららーが、ゾがどしどしなだれこむ。ゾはどこだみんなは小屋に押し寄せる。 マルタなんぞはマッチのようにへし折られあの白蔵は大変痩せて小屋を出たまあよかったね痩せたねみんなは静かにそばに寄り鎖と銅を外してやったああありがとう本当に僕は助かったよ白蔵は寂しく笑ってそういった かわにはいっちゃいけないったら。